はい、皆さんこんばんは、100円です。仕事帰りですということでですね、今日は何をしに来たかと言いますと、今日は4月25日、まあ日本ではそこまで話題になってたかもしれないですけど、まあ、ゲームサイトの記事には載ってましたけどね、アウトラスト2というゲームが今日出ます。それは PC、プレイステーション4と Xbox One で、まあ、発売されているゲームなんですけども、まあ、そこまで有名じゃないデベロッパー、ゲーム会社がまた出しているゲームなんですね。でこれがとにかくものすごい怖くて、まあ、もうお得意のこう自分は何もできなくて逃げるだけのゲームみたいな、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、それが出たと。で本当だったらデジタル版を買おうかなと思ったんですけど、どうやらそのアウトラスト1と1の DLC と、あとアウトラスト2が全部一つになった、まあ、ディスク版があるんですよ。それをちょっと今日買いに行こうかなと思って、まあ、仕事帰りに重い腰を上げてわざわざベストバイじゃないやゲームストップに来てます。ゲームストップもねあんま買い物行かないんですけど、とりあえず行きましょう。でいつもゲーお菓子買ってるマイヤーがあるんだけど、マイヤーのね近くにあるんですよ。この辺ちょっと景色をね見てください。思いっきり魚眼レンズになってるけどいいか。今日はなんか雲が変な感じだな。でも売ってんのかな、アウトラスト2。そんなにいっぱい買う人がいるとは思えないんだよね。どうだろう、気になるけどね。あの仁王の時もなくて、ほら苦戦したじゃないですか。買いに3軒ぐらいはしごしてやっと最後1個だけあったみたいな。だからまあでもアウトラストはそんなになんていうの、みんながわ俺やりたい私買いたいって買うゲームじゃないから。あちなみにあそこホームディープいつか行きます、あのレビューしに散歩しに行きます。売ってると思うんだけどな。どうなんだろう。チポレ、ここもいつか散歩行きますよ。アメリカで有名なメキシコ料理の、ファーストフード、うまいんだ。あ、買ってる。アウトラスト買ってんじゃねえの。いきますか。行きます。よいしょ。疲れたよ、もう仕事も仕事も全て疲れた。あ、ウトラスト、あ、クリアランスじゃん。ビッグセービング、なんか安いのかな。なんかゲーム安いんだったら買いたいけどな。この前レンズに入っちゃってたな。Hello. Do you guys have Outlast 2 for PlayStation 4? Outlast 2? Yeah. And I'm gonna look around a little bit. Yeah, of course. Thank you. あったみたい。ミラーズウッチ安くないかな。お、なにこれ。30ドルもする。いらない。この辺フィギュアとかもだよな。待って、妖怪ウォッチがクリアランスになってる。あ、これあれじゃん、これ有名なんじゃないの。20ドルか。プレステ4の、あ、あったあったあった。ここら辺か。バトルボーまだ13ドルすんの。ゴジラ、あ、フォーナーズ売ってる。中古だけど49ドルする、高い。あ、ニュー、え、全然高い。デッドライジング売ってる。なんでこれ新品高すぎる。この前なんか安かったもんな、デジタルも。いいね。あ、こっちか。グラビティラッシュ、高っ。
Electric Trainee is the one that came out today. Oh, are you serious? Mm-hmm. Okay. All right. That's okay. Thank you. And don't forget, it is National Autism Awareness Month. So if you're shopping in GameStop or right now,売り切れだ、マジか、最悪じゃん。どうしよう、マイヤーに売ってっかな。無理じゃね、売ってないんじゃないかな。売ってる、信じられないな、売ってないって。どうしよう、うわー、マジか、マジかマジか、売ってない。あー、ちょっとマイヤー、あんなホラーゲー、まあでもマイヤー行くか。いや売ってなさそう、ウォルマート、うわーもうやだ。いやマイヤー行くわ、買わないと。だってちくしょー、あ、ここね敷地内なんでシートベルトしてないですけど大丈夫。あ、だから今日ネクタイしてたな、そういえば思い出した、今自分で。そうだったな、青ばっか着てるやん今日。皆さん分かりました、俺青好きなんですよ。でもね、赤が似合うよねってよく言われるんですけど、青なんですよね。赤そんな好きじゃないんだ。でも子供の時いつも赤ばっか着せられてたんだよ。俺あれじゃないや、なんか艦隊ものとか子供の時見てたらやっぱ赤がいいみたいなね。赤でしょって言われてる。さあちょっとマイヤー行ってみます。ピース。はい、皆さんこんばんは、戻ってきましたよ、100円が。マイヤーには売ってなかった、まあ、さっき言いましたけど、言ってないか、マイヤーに売ってなかったんですよ。でインターネット調べたらベストバイに売ってるっていうことなんで、ベストバイに、耳栓してますけど、キャスやりながらやってます。こっちはブログ用のね、これは YouTube 用の動画撮ってますけど、ベストバイ、在庫がちょっとって言ってますけど、これ売ってなかったらもう分かんないです。モールの中のゲームストップに行かなきゃいけないかもしれないけど、モールの中のゲームストップ行くのめんどくさいんですよね。それは嫌なんで、もうここで男100円勝負を決めたいと思います。決めます、アウトラストここで買います。この後嫁にミルク買えってお願いされてるから、ミルクも買いに行かなきゃいけない。よし、頼むで、アウトラスト2、3、売っててお願いだから、売ってて。ここで売ってなかったらもうわからん、ほんと。よし、よし、ベストバイ、ベストな経験をさせてくれ、ベストバイさん。PC で買えというね発言もありますけど、どうしても僕はプレイステーション4で欲しいんで、プレイステーション4で買います。もうこれ何回も来てるよな、みんなもう見飽きてんでしょ、2、3回来てるよね、ベストバイの。よし頼む、ホライゾンとかどうでもいいからベストバイ入れよう。ベストバイやるね、アウトラスト。ここにはないな。ある。あるだろう。あ、スターデューバリー売ってる。ありました、よかった、あったよ。あー、このボルトボーイ欲しいな。いや無駄買いしたら怒られるな。
やったー、ないかと思ったよ。ボルトボーイな、壊されたんだよな、ボルトボーイ子供に。懐かしいな、めっちゃ切れた覚えがある。さあ他に何か買いたいものあるかな。もうないかな。ないか。プレイステーション、あ、プロ売ってる、売ってるよ。でもお金がない。よし、これだけ買って取っていくか。よかったよ、ないかと思ったもん。よし、買ってきます。はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで無事に階段で今から実況したいと思います。いやー、やりましたよ、ね、ということで。よろしく。